朝ごはん作ってきます。おい、そのままだとお腹冷やすぞ。朝か。おい、平野、落ち着け。ミキちゃんと会ったよ。ユイト君とたくさん遊んだって自慢されたよ。でも結局振られちゃったって泣いてたぞ。だけど逆にすっきりしたって喜んでた。ああ、まだ私の中にいるよ。共存は無理かもしれないけど、一緒になろうって約束したんだ。もう逃げないよ。ミキちゃんが体を張ってくれたんだ。ミキちゃんだけ傷ついて、私だけ黙っているわけにはいかないだろう。明日病院で詳しく調べてもらおうと思ってる。そうなったらご愛嬌だ。うん、大丈夫。ほえ？世話しないやつだな、平野。ありがとう。そんなことないよ。そうだね。明日学校で会いたいな。もしまたループしちゃっても、また会えるといいな。そうすればまた楽しい合宿を過ごすことができるから。そうだね、ごめん。じゃあ。平野、ちょっと目をつむれ。いいから早く。つむったか？平野。よくもミキちゃんを振ってくれたな。今のは罰。ミキちゃんを振った罰だよ。じゃあね。
もしもし？え、知らないよ。どうしてお母さん、そんなこと言うの？こういうのってループっていうのか。どうしたの？二人だけなんて初めてだね。あれ？だって二人じゃない。スーちゃんもいたんだ。でもスーちゃんは部員じゃないし。いないよ。ユイと何言ってるの？今日何しよっか。何して遊ぶ？待ってよ。ずいぶん散らかってるな。美術室も新校舎に移るんだよ。知らなかった？ユイと何カリカリしてんの？知らないよ。最初からこうだったもん。ユイト、待ってよ。一人にしないでよ。ご主人様。もうすぐご飯ができます。スー、そんなつもりじゃなかったです。ただユイト、どうしたの？これからどうしよう。絵は？
ねえねえ、ここの桜咲かないかな。ほえ、入学式の時ここで写真撮ったんだよね。はるかも一緒に。1年も2年も同じクラスになれなかったんだよね。来年は一緒になりたいな。ねえ、どうして喋ってくれないの？あのね、あのね、私食べ過ぎでここで寝てたことあるの。どうしたの？どうしたの？お腹痛いの？どうして？帰って。しくしく、バカにされたよ。うちの学校もせこいね。さっさと直したらいいのに。あ、ゆいと。見て見て、センターライン。だって懐かしいんだもん。小学校の時よくやったでしょ。しようか。そろそろ絵描く？作品出さないと廃部になっちゃうよ。どうして？また変なこと言ってる。だってゆいとが変なことを言うんだもん。ねえ、ゆいとをデッサンするってのはなし？しくじく。じゃあさ、サッカーしよう。ダメ？どうして？せっかくゆいとと二人きりになれたのに、つまんない。
ユイトがサッカーするのならする。ご主人様、ごめんなさい。でも、ユイト、私も手伝う。だって、せっかく二人っきりになれたのに。えへへ。頑張る。うん、ありがとう。